こっちの資料は手記のようだ。どうやら岩井が書き残していたものらしい。手記だと？ふむふむ。この男、ずいぶん細かく記録を残してくれたものだな。まるで誰かに提出するためのレポートのような何？いや、なんとまあ、これは驚いた。どうした？何が書いてあるんだ？これはすごいぞ。ざっと要約して説明しよう。まず、やはりこの岩井という男は何年も前から本気で若返りの黒魔術の研究をしていたようだ。この男が黒魔術を？それというのも、その魔術を成功させれば莫大な報酬が得られるかららしい。実際この魔導書を手に入れたことである程度まとまった報酬を得ている。なんだと？なんかどっかで聞いた話だな。そもそもどうやって岩井が魔導書を手に入れたのかだが、服役中に獄中で、ああそうかそうだね、服役してたんだもんね。根島文親から隠し場所を聞いて手に入れたらしい。はあ？なんでそこで根島が？ちなみに岩井は根島事件を報道で知った時からずっと根島文親に対して強烈な憧れを抱いていたようだ。もはや崇拝と言ってもいいレベルで。崇拝あんなやつをか。学生運動が盛んだった世代だ。世の中を震撼させる大きなことをする人物に憧れる者は一定数いる。ここにある切り抜きや写真は岩井が当時からずっと集めていたもののようだね。それでたまたま獄中で遭遇したものだから積極的にコンタクトを取ったそうだ。わからねえ。全然理解できねえ。いや、それよりもわからねえのが、根島が魔導書だと。そんなの初耳だが、どういうこった？そう、僕が驚いたのもそこだ。根島文親はなぜあんな事件を起こしたのか、その動機は長年謎とされてきた。ああ、俺も結局そこは腑に落ちてねえままだったが。おいおいおい、まさか。まさかあいつ。そうだ、あの犯行は儀式だったのだ、黒魔術のね。この魔導書にも生贄を捧げる方法として根島の行ったのと同じ手順が書かれている。なんだと？根島は黒魔術の生贄のためにあんな陰惨なことをやったってことか。そうなる。根島の行った術は蘇生の黒魔術、岩井のやっていたものとは違うがね。うん、警部の話ではこんな魔導書はデタラメのインチキだそうだが、少なくとも根島や岩井は本気でこの通りに行っていたわけだ。クソ、ふざけやがって。あの男が蘇生の黒魔術だと？蘇生？根島には当時蘇らせたい人でもいたのかね。ああ、そうか。そういうことかよ。なんてこったクソ。どうしたの？根島事件には。実は、なんだよ。まだなんかあんのかよ。当時からずっと非公開とされてきた情報がある。ほう。根島の家に強制捜査に行って逮捕した時だが、あいつの家になぜか赤ん坊がいたんだ。え？生後半年くらいの女の赤ん坊だが、お仏まみれでガリガリに衰弱してて、すぐに保護したが今にも死にそうな状態だった。あと少し遅かったら危なかった。その子は根島の子供なのか。やつは逮捕後その赤ん坊は橋の下で拾ったとか言ってやがった。拾った？捨て子ってこと？ふむ、子供のしつけで脅かすためにそのようなことを言うのは聞くが、いや確かに近年コインロッカーに新生児を遺棄する事件などもあるにはあるが、真意は不明だ。だが当時は一つ気になる話があってな。心当たりでも？これも有名な話だが、根島には余罪がいくつもある可能性が高かった。当時近隣で行方不明になった若い女性が何人かいたからだ。そうね、だいぶ騒ぎになった。で、同じように殺した今となっては生贄か、その被害に遭った可能性が高い女性の中に、妊婦が一人いてな。
嘘、まさか。その妊婦を殺して解体した時に取り出された子供の可能性があると。もちろん憶測に憶測を重ねてる話なんで確定できるものじゃないがね。ただあの男が橋の下でわざわざ捨て子を拾う可能性よりは高えんじゃねえかって話だ。いやー、上気分がマダム、しっかりちょっと刺激が強い話だったね。いや、だが実際はそうじゃなくて、これでもし奴に蘇生の黒魔術なんて目的があったとするなら、ひょっとすると赤ん坊は奴の実の娘で、その母親にあたる女性が死んでいて、実はそいつを蘇らせるためなんて可能性もあるのかもな。なるほどって思っただけだ。むしろそうであってほしいって願望だが。なるほどね。ねじまによみがえらせたいと願うほどの相手がいた可能性となると、そこに当てはまるわけか。今呪詛玉を持っているというのもよみがえりの秘術を求めてのことかもしれないね。そうか、呪い殺すことにしか興味ねえもんだと思ってたが。あの警部さん、ん？その時の赤ちゃんはどうなったの？ねえ、なんかほら、もうちょっとで死んじゃうとこだったって言ってたってことは生きてるってことだよね。出生届の出されてない子供だったが、回復後里親が見つかって引き取られた。この情報が秘匿扱いになったのもその子の将来を考えてのことだ。女の子か。陽子？遠野あやめではないよね。ああ、無事なのね。よかった。赤ちゃんが無事だったのはね、本当によかったよね。さて、少し脱線してしまったが、祝いの手記の続きだけども。ねじまを崇拝する祝いは、獄中の彼から情報を得て魔導書を受け継いだわけだが、その情報や研究によって巨額の富を手に入れるチャンスを得た。魔術を成功させたら報酬をもらえるって話だな。うむ、その条件を祝いに持ちかけた相手だけど、なんとこれが、やっぱり出てきた、出てきた女帝。飛迫石鹸の女帝会長、山森夏江だそうだ。何？飛迫のあの会長がか。ああ、そういうつながり。岩井のメモによると、飛迫の女帝は異様なまでに老いを恐れてら、自分が若返りたいわけね。私も死んでんのかなって一瞬思ったんだよね。でそれが弓岡が蘇らせようとしてんのかなって。死ぬのが何よりも怖い。死んでも生き返りたい。美しさを守るためにお金を惜しまない。魔術や秘術、何にでも手を出している。それに対する執念は凄まじいとのことだ。蘇生や若返りに関する噂には片っ端から支援して徹底的に調べさせているようだね。そのためには金に糸目はつけずに魔術にまで手を出すってことか。強欲なばあさんだな。ん？ってことは？今回研究家の荒石に金を出して蘇りの秘術を探させてるのも、ああ、今の話の流れだと飛躍の魔女が蘇りの秘術なんて噂話に飛びつかないはずがないだろうね。そういうわけかい。ああ、急に若返ったり蘇ったりしてもいいよう、神通力を持ってるという設定にしているのか。なるほど。なんだその話は。いや、なんでもない。それで、岩井は魔導書で得た前金をちらつかせ、都合のいい隠れ蓑とする親子に付け入った。なんでさ、白石のお母さんはそんなこんなやつにほだされちゃったんだろうね。つまり白石敏子だっけ。白石敏子と道夫の家だね。これは親子にとっては不運だった。さて、ここからはマダムにも関係してくる話だよ。覚悟はいいかい？え？私に関係する？誘拐事件？まさか。あ、待って、まさか。気がついたかい？もしかして。え？ちょっと待ってよ。ねじま、なに？だからねじまがさ、その周一くん誘拐事件の犯人なんじゃないのかな？違うのかな？
山盛り夏江の生贄は子供。ブブー。いやいやいや。まだ落ち着いてくれそうじゃない？あら、違ってたのね。じゃあ何のこと？マダム落ち着いて聞いてほしい。白石家を隠れ蓑にした岩井は本格的に魔術の実験を始めた。岩井がやろうとしている若返りの黒魔術には生贄が必要らしいのだけども、それは若い子供の精気を抽出するという魔術だったらしい。あ、だからそうか、山盛り夏江がじゃなくて、あの岩井のってことか。ああ、じゃあ岩井が、この男が、そうか、岩井が犯人か。岩井はねじまを崇拝していた。ねじまを貶めた人間は許せないだろう。また自身も警察に捕まり服役した。その点で警察にも復讐したかったろう。ねじまの恨みを晴らしつつ警察に恥をかかせつつ、かつ生贄を満たす方法。そうか、その全部を満たすため岩井は重間春江の息子を誘拐したのか。ひどいな、ひどい話だな。なら最初からあの子を生かして返す気はなかったということ。誘拐犯が警察をおちょくるような態度だったのは少し気になっていた。そもそも身代金が目的ではなく警察の信用を落とすのが目的だったのだから当然だ。岩井は白石道夫を使って警戒を解き、通学途中の中一少年を誘拐したのだ。岩井、この男が、この男が秀一を。おい奥さん、気持ちはわかるが落ち着け。落ち着けないよな。気持ちがわかる？気持ちがわかるですって。冗談じゃない。冗談じゃない。わかるもんか。警察なんかにわかってたまるものですか。ふう、こいつが生贄なんて馬鹿げた理由で。OK、マダム抑えて。ここは刺激が強い。一旦出よう。ふう、悔しい、悔しい、こんな。かわいそうだな。ああ、警部、僕らはここで失礼するが、最後に一つ、手記にあった大事な情報を伝えておこう。おう、なんだ。岩井は当然ながら昨年、仮出国したねじまにも接触して、支援などいろいろ便宜を図っていた。ああ、なるほど、そうだろうな。その中で一つねじまのために隠れ家も用意していたようだ。ああ、じゃあそこにいるかもしれないね。何？むしろ被迫から得たお金は白石家じゃなくそっちに使っていたようだね。ねじまが今もどこかに潜伏しているとしたら、その隠れ家の可能性は高いだろう。何？どこだそれは。あいにくその場所までは書かれていなかったが、だが白石道夫もその隠れ家を知っていたようだ。ねじまと直接は合わせていないが、隠れ家の掃除などは手伝わせていたらしい。っておい、その二人とももう死んでるじゃねえか。あ、いや、いるのか。そうだ、白石道夫はいる。もし彼女から証言を得ることができれば、ねじまの隠れ家もわかるかもしれない。だが話を聞くったってよ。それではマダムの具合も良くないので、これ、僕らはこれで失礼するよ。いや、私もお腹いっぱいだな。お腹いっぱいだ。ああ、岩井寛吉郎。そうか、もうあったの、そういえば。としこだね。岩井寛吉郎、男無職、寿栄、はてなはてなはてな。白石道夫の母親、白石としこの内縁の夫、一年と少し前から白石家に出入りするようになった。懲役刑に服していた過去があるらしいが、詳しいことは不明。白石家で死亡しているのが発見された。これが今だね。かつてはインチキ魔術グッズや開運グッズを雑誌広告に載せて宣伝し売り逃げるという商売をしていた。あったなー、雑誌に載ってたなー。戦後のものはないけどシンプルで皆が欲望むき出しだった時代を懐かしみ、近年の急激に発展して気取った風な世の中には否定的だった。もう一度社会を全部ぶっ壊してやり直した方がいいという過激な思想を持ちながらも、社会の吐き溜めをついて小銭を稼ぐだけの生活してしかしていない自分に苛立ちを感じていた。そんな頃、ねじま事件が発生し大々的に報道されているのを見て、たった一人の男がたった一つの犯行で世の良識を真っ向から否定し、気取った社会に大きな亀裂を入れたことに衝撃を受ける。
以後、根島文親に関する情報はすべて収集し、自分の中に理想像を築き上げては憧れを募らせていった。その後、悪徳商法によって検挙され、その服役中に根島文親本人と出会い、より一層傾倒していった。根島の寄部が魔術への信奉だったことを知ると完全に心酔していた彼は、出所後、根島が隠していた魔導書とその思想を受け継いだ。白石敏子については、ある日パートタイムで働く彼女の要望を気に入り狙いを定める。家長を失った白石家が金に困って、娘の進学もままならないということを知ると金をちらつかせ弱みにつけ込み甘い言葉で取り入っていった。内縁の関係になってからは豹変し、完全に金と暴力で親子を支配した。魔術への信望もより強くなり、飛迫というスポンサーを得て、白石家に様々な儀式を強制するようになった。反抗したらすぐに暴力を振るって黙らせた。おとなしい性格だった母親は、親子は何も言えずに従うばかりだった。そんな中、飛迫から金のために魔術の完成をせかされた岩井は、幼子を生贄とする。若返りの黒魔術に手を出す。その生贄の対象には根島文親が恨んでいた茂間春江の息子を選ぶ。少年の誘拐は警戒させないため白石道夫に手伝わせた。なかなか言うことを聞かなかったため、この時は母親の敏子を20発殴ることで従わせた。道夫の協力で誘拐した少年は白石家に監禁した。暴れたり逃げ出したりしそうだったので、道夫に身の回りの面倒を見させた上で逃げたら道夫を殺すと脅したら正義感の強い少年は無抵抗になった。この誘拐は警察への支援もあったが何より秩序の否定を示すため身代金を要求して誘拐事件とし騒ぎを起こそうとした。しかし報道規制されたために根島事件のように世間に対する大きな波は起こらなかった。イラついた岩井は生贄の儀式を敏子に行わせた。やらなければ道を殺すと脅したら少年が寝ているうちに実行した。しかし生贄を捧げても魔術は発動しなかった。岩井は儀式の失敗を敏子のせいにしてなじった。道夫には殺害は敏子がやったから誰にも言うなと念を押し、少年の遺体を近くの川に投棄させた。少年の小さな亡骸は本所をめぐるいくつかの運河を渡って1週間後に隅田川で発見された。汚染された川を何日も漂っていたことで証拠はほとんど残らなかった。それ以後、白石親子は罪を負った残骸を誰にも言えず抱えて過ごすことになる。岩井は生贄こそ行わなくなったが魔術への傾倒は強まるばかりで、白石親子は金と暴力によってその協力を強いられる日々を続けることとなった。ああ、もう50分だ。50分過ぎた。はあ、ふわあ。大変だ。ちゃんと撮れてるかな。風に当たって少しは落ち着いたかい、マダム。ええ、大丈夫。突然誘拐犯が分かって少し錯乱してた。意図せず誘拐事件の方が先に解決してしまったね。でもね、カイさん、私、白石道夫には感謝してる。それは呪いで誘拐犯を殺してくれたからかい？それも少しある。だけどそれより、白石道夫がそれだけ多くの人を呪い殺しているなら、さぞ溜まってるんじゃないかと思って、再婚。ねえ、カイさん。誘拐犯が捕まろうが死のうが、やっぱり意味なんてない。復讐なんてしたって何にも満たされないの。あと根島が大量虐殺で再婚を集めるつもりならそれでもいい。よみがえりは諦めないで。お願いね。終わった。終わったな。